1点目、なぜそこに大崎だったが、彼のハードワークからあのコーナーキックを獲得したもんな。そうなんですよね。1点目、浦和戦まさかの4-3まさかのスコアでしたけど、勝利ということでアウェー初勝利おめでとうございます。で、ちょっと得点を振り返ると、1点目が岡村のコーナーキックからのヘディング、うん、2点目が武蔵 VAR 疑惑からの落ち着いたシュート、うん、3点目がコマチンか、うん、コマチンのシュートで、4点目がまた武蔵の頃のシュートっていう感じでしたね。で、1点目のシーンで、まあ、大崎ね、非常に頑張ってくれてるというか、もういなきゃやばいなっていう感じだったんですけど、欠かせない欠かせない存在だったんですけど、まあ、ポジション的にはちょっとディフェンシブな感じで出てるのかなと思いきや、うん、このね、1点目のコーナーキックにつながったシーンはなぜかワントップみたいなところで大崎がそこでね、コーナーキックにつながったシーンを作ってくれました。ありがとう。彼のおかげでね、この1点が取れたというか、うん、まあ、この4点もね、彼のおかげで取れたと、うん、でも、ね、そう底上げ感が過言ではないですね。イエイ。絶対武蔵はオフと思ったから気抜いて蹴りましたよね。そう、復活のきっかけは些細なものなの。間違いないですね。みんな思ってたでしょ。まあオフってオフサイドのね、オフですけど、うん、あれ高尾くんからね、実はボール大きいの出たんですけど、うん、まあ、俺もさすがにオフサイドだなと思って、うん、第8の決まった時はよっしゃーって一人でなったけど、うん、武蔵のはなんか静観したというか、みんな静観してた、寄ってなかったし。そう、武蔵もあ、はいみたいな。そう、シュート連みたいな感じで、うん、なんか一応みんな VR って分かんない段階で武蔵にハイタッチとかしてたけど、うん、もう本当だったらわーって喜ぶやん。そう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 。だけど、まあ、シュート連お疲れみたいな感じだったけど、そんな表情がね、そんなうおーって感じではなかったけど、うん、でもまさかだったね、うん、本当に1ミリレベルの感じで、うん、なんかオンフィールドレビューすら行かず、うん、VR だけでオフサイドじゃないって判断されたから、うん、まあなんかすごいなと思って技術審判の方ありがとうございます。なんでこのチームがダントツ最下位なんですか。チアゴサンタナ怖い。間違いないっすね。まあなんか本当に浦和戦から変わるっていう気持ちは多分みんな知らと思う、うんうん、まあ怪我人青木浅野戻ってきて、サンチェスも入って、うん、で、まあ、ベンチには近藤君とか宮沢も戻ってきたのか、うんうん、で大崎も入ってって感じでようやく揃ったなっていう、まあ、まだねスパチョークとかアランとかコーニーとかはいないんだけど、うん、まあ、新加入の選手もね、サンチェスと大崎以外はいないんだけど、ようやく揃ったなっていう感じでだったんだけど、まあ、ちゃんとねサンタナには仕事されるっていう、いやそこも含めて本作っぽいなって うますぎたもんね。そんなに思ってる背高くないんだな。そうだね、うん、でも取られたね。取られた。何あのヘディングって感じだったの、うんうん、リプレイ見ても全くいかない。え、これで入ったのみたいな。本当に当たったかさんたらにって感じだったけど、うん、でもアシストとかもされたから。そうだね、怖いし、ね、ちゃんと仕事された、うん、出張買取ならクリーンタイムライフパートナーをご利用ください。特にスポーツ用品やサッカーグッズ、ユニフォームの買取に力を入れております。なんとクラブコンサドレ会員なら買取価格が 10% アップ。買取依頼は概要欄に記載のグリーンタイムライフパートナーさんの各種 SNS からお問い合わせください。やっぱり今日は左サイドがポイントになると思っていた。ショルツも酒井宏樹もいなくなって、正直守備の面では石原の出来が左右すると思っていた。今のはオフサイドなかった武蔵のゴールも石原が残っていたし、今のところいい感じ、うん、うんうんうん、まあこれ前半終了後ぐらいのポストだと思うんですけど、浦和側にしてはね、やっぱディフェンスの要である酒井宏樹とアレクサンダーショルツが抜けてっていうところで、怪我人も多かったらしい。詳しくはちょっとよく分かんないんだけど、うん、でも2人ってさ、うん、めっちゃ有名な選手、そう私でも分かるレベルの人が。ショルツと酒井宏樹はね、第8みたいな感じで、宏樹第8みたいな、そうそこがいるから浦和の守備は堅いって言われてたけど、うん、まあ、昨日はちょっとだからラッキーだったのかな、札幌的には。そうだね、うん、ゴールもシュートの時もさ、ノンプレッシャーでとか水沼さん言っててあの水沼さんがノンプレッシャーでしたねって言ってて、うん、まあ、我々もそれ分かるぐらいの感じだったから、うん、ちょっとねラッキー部分もあった。そうだね、レッツサポブーイングだね。いや大ブーイングだったね、うん、昨日は。レッツは3試合勝ちなしらしいんで、そうなん、うん、昨日前半終了時点で、まあ、2-0 だったんだけど、うん、その時点でブーだったから、おええと嬉しい。応援しないんだと、うん、応援なのかもしれないけど、あ、まあそうだね、そうでもブーイングだもんね。
まだいけるぞとかじゃなく、ここはブーイングで示すんだな、うん、浦和はって感じ。次の次ぐらいから拍手。ああ、そうなんだ。いや、あの3点決まった時は嬉しかったな。前半でね。うん、あ、後半のあの、怒涛の仕返し。あれやばかった。次、公式のポスト、はい。北海道コンサドーレ札幌は、浦和レッズとの死闘を制し、2024シーズンの感激ののろしを上げました。コンサドーレに関わる全ての皆様の思いが勝利につながりました。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。感激ののろしをっていう、この力強い。公式からこんな力強いね、うん、声明が出るのは嬉しいね。うん、あの勝ちましたとかじゃないからね。反撃ののろし。反撃ののろしが上がったんだから。こっからやでっていうメッセージ性があるのが、ね、あ、またいいですね。うん、あと半分ないぐらい。そうそう。まあ、こっから、こっから。うん、2点目を挙げたフォワードに行ったリオは非常に良かった。シュートコースがない中、ニアサイドをぶち破ったが、思い切りのいいプレーがチームにエネルギーを与えた。電撃移籍のミッドフィルダー本間シオンもコンディションはかなり良さそう。うん、嫌な位置でボールを受け続けた。あの2人やべえな。いや、やばかった。やばかった。あの2人びっくりした。全部やるもんね。持ってパスして打ってみた。うん、タリオのシュートやばかったな。あれエグかった。イナズマイレブン。1ミリの狂いもないコースだったし。すごかったよね、うん、あれ。柱とさすげさんの間のさ、もう何いい？本当にボール入りますかみたいなとこ入ったもんね。すごかったね。あれすごかった。本間シオンもね、パスもうまいし、うん、器用なプレー。うん、まあ、うちで言うと勝之みたいなねプレーをしてくれたかなと思うかな。すごかったね。うん。まだめっちゃ若いじゃん。あ、そうなの、うん、金銀マドレーヌ。金銀マドレーヌで、金時、本当に見た目は一緒やね。めっちゃうまそうだわ。やっぱ、大崎いるかいないかで全然違うんだろうな。一番必要なタイプのボランチだったんでしょう。まさかでもこんなに変わるとは思ってなかったね、うん、彼一人で、うん、加入の話を聞いた時はまあ少なくともいい方向に動くんだろうなとは思ってたけど、うんうんうん、想像以上だったというか、試合中もなんかラインコントロールとかの指示を結構出してて、あ、そうなん、こうやって落ち着いていこうみたいな、うん、素晴らしい。本当怪我とかしないでほしいな。確かに、うん、頑丈に最後まで追ってほしい、ね、うん、宮沢も昨日ね大崎と変わって出たけど、うん、宮沢がサブにいるっていうのも、え、安心ちょっとした安心感。大崎いいよね、うん、兄貴キャラだね。影のヒーローは高尾くんだと思う、うん、あんな怪我しながらニアシスト素晴らしい、うん、そうなんだよね、ニヤニヤしだんだよね高尾くん、ね、いつも通り。いつもニヤニヤしてる高尾くんね。そう、なんかよう考えてみればニアシストしたなと思って、2点目の武蔵の得点と、うん、あと4点目かの武蔵に最後パス出した、パス出したところ。そうなの。あ、2点あれ小前か、合わせちゃうけど、うん、3点目か4点目どっちか。守備も頑張ってらっしゃる。そう、うん、高尾くんなんかようやく目覚めた、反撃ののろしをあ、チームじゃなくて高尾くんも反撃ののろしを上げたんだ。なんかね、うん、なんていうかな、シュンタはどっちかというと、うん、まあいいパスを入れるみたいな感じだったけど、うん、まあ、高尾くんはディフェンスも撃もバランスよくできる感じかなって。昨日シュートブロックでね、うん、それこそめっちゃ血出て怪我したところとかもそうだったし、うんうんうん、攻撃参加の部分は、まあ、シュンタとかだったら自分では行かないでパスをパーって出す感じだったけど、高尾くんはもうダッシュしてたもん、自分で行くぜ、自分でくれーみたいな感じでダッシュしてたから、いいね、まあどっちもね、また新しいテイストで良い、違うタイプの選手で活躍して、うん、気づいたらみんな高尾くんのリコになってるって見せ場大事だよね、うん、昨日もめっちゃ走ってなかった、めっちゃ走ってたし、走行距離で怪我しながら、ね、すごいよ。浦和レッズ対コンサドーレ札幌、稀に見る激闘になったが、アウェーの札幌が4対3で逃げ切り、10試合ぶりの勝利となった。4点差を追いつかれていたら今シーズンの札幌はジエンドだった。間違いない、なんとか生き残った。 J1 残留に向けてかすかな希望の光が差してきた。間違いない、マジであれいや3点入れられたのもやべえけどね、普通にやばかったよねえ、あっ、あっ、だって、知ってみたいな、13分とかで最後70分80分とかで決められたもんね、うん、全部ね PK も含めてちょっとゴラッソだったけど、うんうんうん、とはいえでしょ、うん、とはいえちょっとあの抜け感はやべえ、うん、あんないっぱいさ短時間に失点したらさ、長かったもん、あのアディショナルタイム、うん、ね、あれはちょっとあと5分ぐらいあれば追いつかれてた可能性あるね、うん、めっちゃあのあれやってた、この時計がちゃうよかったよかった。最後のサンタナのヘディングね、あれね、スゲさんが、スゲさんやっぱスゲの神だよかった、うん、心臓
当止まったあれは。でもど真ん中だったもんね。まあ、うん、ベンチに下がってもイエローが出る男、大崎レオが僕は大好きです。いや、わかる。出てましたね、なんか。なんであれ。俺最初あれミシャに出たのかなと思ったら大崎だ。大崎だ。なんだろう、めっちゃもうピッチに入っちゃったのかな、こうやって。なんだろうね、うん、審判に切れたところかな。ああ、まあでもベンチ出るときって大体抗議した時だもんね、うん、まあまあまあ、でみんな抗議してたけどね、うん、なんか代表して出されたみたいな。累積一番少なそうな人に出たんじゃない。一番出してほしくない人に出されたけどね、こっち、うん、まあでも それぐらいね、ベンチでも、うん、熱い声をかけてた、ね、もうそのメンタル面でもというか必要な人物になりましたね、うん、ウイスキーモナカ、ウイスキーのボトルになってる。いただきます。え、早く食いて。今日はなんとか勝ったけど、残り14試合で残留権と実質勝ち点差11は変わらず、内容は上向いてるし勝ったのは良かったが状況は厳しい。むしろ残り試合減ったのでより厳しくなったとも言える。ただようやく戦える状況になってきたのも事実。諦めるのはまだ早い。何個だっけな、結局10に縮まったんかな、残留権との。うん、まさかのあのジュビロ岩田が大垣に入ってんだけど。あ、そうなんだ。ジュビロ札幌鳥栖とかね、うん、まあだけど、うん、全然 2,3 節前ぐらいの試合をされてたらもう完全に終わりだったけど、うん、もうね、神戸と浦和相手にこんだけできたんなら本当に分かんなくなったなっていう感じだった、うん、調子取り戻した。うん、え、今年の夏は暑い夏になるかも分かんない、ね、例年はね負け弱い夏だったけど、今年はマジで分かんなくなったね、うん、課題は後半の守備だ。心臓に悪い試合はいやこれは間違いない。いや、もうみんな思ったこれ。失点は全部後半なんだよな、なぜか。うん、崩れた感じ、うん、そう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 。まあ、大崎が抜けてっていう直近だったら、うん、このぐらいにやられてるから、うん、じゃあそのさ、全体のなんていうの、うん、組織みたいなのがうまく機能してなかった、うん、そうだね。どうすれば、まあなんかちょっとの工夫で対策できそうだけどな。うん、うん、8本のシュート枠内5で4得点、信じられないくらいの高効率で草。もう枠内に打てば入るっていう入れ食い状態に昨日は、ね、スタッツすごかったよ。浦和シュート20本打ってたからな、うん、うち5本で4本、うん、8854だったから、すごいわ。なぜか昨日は冴えて入ったね。大事にシュートを打って大事に入れてた感じだったんだね。ジョルディ来日したてでここまでやれるのは予想外だった。ここからコンディション上がれば面白そう。うん、昨日ね、まあ15分ぐらいしかまあ出なかったけど、うん、サンチェス選手ね、初出場で、まあそこそこあんまりボール来なかったなっていう印象だったけど、ね、やられてたから。そう、あの時マジやられてたから。サンチェスまでボールいかねえんだわ。でもなんか出た瞬間にいい感じの、うん、あ、そう、トラップとかね、そうそうそう、なんか一人抜いたりして、うん、昨日なんかいろいろ X で見せたけど、うん、シュート連がやばいみたいな。あ、なんか見たよ、振り抜いてるやつ。横から全部枠行くみたいな感じだったから、まあもうちょっとね長い時間見たいっていうところだけど、うん、まあ、昨日のね活躍で言ったらもう武蔵無双してたから、うん、うん、次節もね半々ぐらいで、ちょっとね3週間ぐらいブレイク期間挟むけど、うん、サンチェスがその間にコンディション上げればっていう感じやな。いえ、うん、鈴木武蔵半端ないって、あいつ半端ないって、苦しみながらも完璧な抜け出しで移籍後初ゴール決めるもん。そんなんできんやん普通。そう、武蔵のね良さはやっぱ裏抜けなのよ。裏抜けのスピードってやっぱ2019年は言われてて、うん、まあ、でポストプレーばっかりしてたからあんまうまくいかなかったって今シーズンは言われてて、結局昨日のねあの2点目の得点も裏抜けだったからね、うん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 、パスが通って、そうそうそう、あ、武蔵おるみたいに、そうそうそう、そこにパス出せる選手やっぱ持ってほしいね。裏抜けってありがたいからね、うん、スピードでは負けないから、うん、このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。4点もリードあるのにこんな集中して試合見てる札幌サポ、鍛えられすぎてる。本当一瞬も安心できなかったわ普通に、うん、めっちゃ集中してた。ゼロの時はあれやったけど、うん、1点入れられてからちょっとな、あっあっ会話減ったもんな俺らも、うん、無言になっちゃった。まだ3点とかじゃないもん。1点入れられた途端に、あ、多分これあと2点は入れられるわ、うん、覚悟を決めた、うん、関係者によると間違いなく中断期間を前にヘグモ監督の身体が議論される。まだ結論は出ていないが内部では解任すべきとの声が上がっている。え、本当これなんか絶対噂アカウントやん、まあどうなんだろうな。
マリノスのキューウェルさんがもう、うん、何試合で解任されちゃったから4試合勝てないぐらいで、まあ順位的にもねマリノス例年の位置にはいなかったっていうだけなんだけど、浦和はもう今日負けた時点で、うん、優勝争いはもうほぼ無理みたいな感じになっちゃったから、来季を見据えてというかヘグも変えるのかなっていう選択肢も1個ある。浦和にとってもね今日は、浦和札幌戦は大事な試合になってたらしい。 そのヘグモの進退っていう部分、アサドーレ札幌4対3で辛くも勝利、4対0から3連続失点、まさかの展開になったが、ざっと調べた限りでは J リーグで4点以上リードしながら追いつかれなかったケースは2017年の J2 の26節の名古屋グランパス VS 愛媛 FC の一例のみ。4対0、4対4、7対4という壮絶な試合だった。札幌は危うく2例目になるところだった。危ねえ。やば、危なかった。いやー、まあ、こういうことを起こすチームだからな、札幌は歴史に名をね、刻むチームだから、ね、最速降格もあり4点追いつかれてみたいな。危なかったわ。いやでも逃げ切ったじゃん。逃げ切った昨日は、これちなみに2017年この5点6点目、7-4 の5点6点目を決めたのは青木亮太です、あ、そうなんだ。やっぱ青木亮太だな。青木亮太はやっぱいいよ。さすがです。青木いいよ。当時21歳ぐらいだ。若っ。陸に行きに乗車して約12分、北洋道鈴木菓子店様、2024年にリレーションシップパートナーに初加盟、お菓子がいろいろ並べられているんですけれども、一目置いたのがこのウイスキーモナカです。かなりね歓迎していただいて本当にありがとうございます。はい、ということでじゃあ浦和戦の振り返りは以上なんですけど、まあね他にもちょっとここ1週間でいろいろ動きあったとこあるのでそこ確認していきます。はい、原康介選手が7月22日から7月25日に千葉県内にて行われるアンダー19日本代表7月国内トレーニングキャンプのメンバーに選出されましたのでお知らせいたします。 おめでとう。素晴らしい。原くん、アンダー19、アンダー19か、若え、いくつ。原くんは19歳だな今年。あれ高卒の子。高卒、素晴らしい。原くんもう2得点しますよ。まあ、アンダー19、中島大会も選ばれてたけど、それ以来のね、選出になりましたね、札幌からは。原くんね、頑張ってほしいな。ちょっと休み削られてて。ちょっとね、ハードだね。うん、ハードになるけど。試合終わったばっかで。うん。嬉しいね。全然次のオリンピックとかの対象になってくるし、まあ、全然マジでスキルあるからな。そう、サムライブルーでさ、札幌の選手の名前入れたいもんね。うん、原くんでしたら熱いね。え、泣く。泣こうだから泣こう。泣こう。名古屋高校。あ、名古屋高校ね。うん、泣こうね。ということで、早くん頑張ってください。はい、おめでとう。短いです。続いて、はい、次、ミドホーリーホックのポスト。うん。中島大花選手、北海道コンサドーレ札幌より期限付き移籍加入のお知らせ、この度中島大花選手が北海道コンサドーレ札幌より期限付き移籍にて加入することとなりましたのでお知らせいたします。じゃあ大花選手ね、ちょっと喋ったけど移籍期限付きしましたと。札幌はちょうど1年前かな、去年の夏に名古屋に一旦いて、でそっからそのまま藤枝にいて、で今水戸ホーリーホックに半年ずつ行ってるという感じですけれども、まあね藤枝、まあ名古屋の時もそうだったけど全然試合に出れなくて、藤枝でも試合に出れなくてっていう感じ。試合出んとな、席下で6試合とか言ってたかな、まあ、フルで出たわけではないと思うし、そうなの、ちょっとね出場機会を求めてっていうことになったけど、まあまだ育成期限付き移籍っていう感じになるので札幌からは、席は札幌でしょ。席は札幌だし、まあ、割と戻ってくるの前提でっていう感じなので、じゃあいっぱいゴール取って、そうですね、ミッドホーリーホックでまずは試合に出れるように頑張ってほしいなと思いますね、あ、松原周平選手のポストなんだか俺が忙しくなりそう。ミッドの皆さんよろしくお願いします。札幌の皆さん俺がいるんで安心してください。よかった兄貴。そう、周平とまた再会ですね。お願いします。仲良かったよね、2人。そうそう、仲良かったよ ね、なんかブログ書いてて、ね、そう、まさかのここで再会するとは思ってなかったけど、もう周平はねもう水戸ではずっとスタメンでっていう感じだから、おお、じゃあ、まあ、いい関係に、移籍してよかったというか、うちも嬉しい選手ですから、分かる、頑張ってください、周平も。水戸はねちょっと今シーズン調子悪いんですよ。
じゃあ、タイカが頑張る。タイカ頑張る。出張買取なら、クリーンタイムライフパートナーをご利用ください。特にスポーツ用品やサッカーグッズ、ユニフォームの買取に力を入れております。なんと、クラブコンサドレ会員なら買取価格が 10% アップ。買取依頼は概要欄に記載のクリーンタイムライフパートナーさんの各種 SNS からお問い合わせください。セビージャのこの夏の日本遠征札幌ドスは中止になったようです、うん、セビージャ側の都合ではなく対戦するチームからキャンセルの要望があったとのこと、うん、また別の媒体によるとプロモーターに渡航料を払っているので改めて別の機会に来日ツアーをやる可能性もあるそう。うん、セビージャ戦ね、なんかちょっとこれまだ公式出てないんだけど、うん、なんていうか向こう側のまあもうチケット買ってる人とかいたから ね、うん、あと10日以内だし、うん、すごい急に取りやめになる ね、まだね公式出てないけど札幌的にもね、あまあ練習試合じゃないけど新戦力を試す場として、うんうんうん、え、そうだよね、うん、非常にいい感じかなと思ってたし、まあ初の対外試合ってことだったけど、まあまだちょっと分かんないんだけどね、微妙い、うん、札幌側がキャンセルを申し込むってことはないと思う。あの三上さんが結構これセビージャ戦に対して強い意気込みを出してたから、うん、まあこの記事によるとというか、うーん、どちら側が鳥栖さんがなんかもしかしたらそういう状況じゃないってなったのかもしれない。で、そう、セビージャ側としては2試合ね、うん、日本であったわけだけど、どっちがダメならもう片方も別にやんなくていいやって感じで来ないらしい。うーん、まあもったいないもんね。もったいないから、そう、続報待ちましょう。これは。そうだね。続いて、はい。あんこの中にこう練り混ぜてる。いただきます。はい。なるほど。甘いもの苦手な人ほど好きかもしれない。あんこの甘み、ウイスキーの苦味と独特の風味で抑えてくれてる。塩梅がマジでちょうどいい。めっちゃうまいこれ。全部俺の言いたかったことを言ってるから。札幌ドームのネーミングライツ契約締結、はい、札幌ドームの愛称が大和ハウスプレミストドームに決定。やったー、よー、来た、ついに。あれまだ やってたんやっていうネーミングライツ募集。確かになんか誰も、ね、うん、切られてた気するけど、そう、誰も来ませんでしたって期限内にって言って、うんうん、見た覚えある。そう、それ以降何もしてなかったのかと思ったけど、まだ募集してたんやっていう。やったーということで大和ハウスプレミストドームなんて呼ぶんやろな。ミスドじゃない、ミスドやなミスドないのにモスバーガーしかないの。プレード、プレード、レミド、うん、プレード、なんとかドだよね多分、うん、そうだね、サツドとかだし、うん、ミスドじゃないやつ。ミスド私はミスドって呼ぶよ。タツドはダメだから、まあ、ミスドって呼ぶ。ちょっとね、一人が呼んでたら一人目が真似してみたいな感じで、めっちゃミスド流行るって、ややこしいかなミスド、山口家ではミスドと呼ぶことにするかもしれない、うん、お、やったー。大ド、大ドかもしれない。大ド札幌に住んでる皆さんはもう衝撃的というか、うん、初めて名前つけた。初めて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 。私の名古屋ドームをバンテリンドームになった。あ、そっか、変わったもんね。 それと同じ感じだよね。ライブハウスプレミストドーム命名理由、これ知ってる人いないんじゃないさすがにな。プレミストはライブハウス工業が2007年より供給する分譲マンションに付しているブランド名です、うん、愛され続ける場所になるをブランドコンセプトとし全国で分譲マンションを供給しています、うん、そうなんや。札幌ドームを設計した建築家の原浩二の提言、あー、呼び捨てにしちゃった。札幌ドームを設計した建築家の原浩二氏の提言、札幌ドームの主役は観客であるはプレミストが求める人が主役になれる上質な空間に合致したため大和ハウスプレミストドームと命名しました。おー、理念に共感した感じか。いいね、一番ウィンウィンな感じですね、うん、ちゃんとあの意味が合ってるそう、当初のネーミングライツ募集してた値段よりは下がって、うん、あの売却だったらしいし、うん、その値段は今公開されないらしいんですけど、うん、うん、まあこうやってウィンウィンな関係を作れたならね、こっちも嬉しいし、ね、名前変えるなって人はなんか全然いなかったりしょ、そんな人もうお金払ってるだからねありがとうございます札幌ドームってシンプルだしな、めちゃくちゃ。まあね、あ、今まで名前なかったしちょっとね最初いい感じで収まったんじゃないかなと思いますけどね。イエイ、うん、スポンサーがつくのって嬉しい。そう、1月1日からだから次我々が試合見に行く、試合見に行く時はアットマークミスドミスドないけどな、ミスドわかんなということで以上、イエイ、はい、このチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。